デアン・ダミアノビッチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。香港プレミアリーグ、スグル氏所属。元モンテネグロ代表。ポジションはフォワード。韓国における登録名はデアン。当時のユーゴスラビア社会主義連邦共和国、モスタルにて出生。少年時に発生したユーゴスラビア内戦で、ボスニアから、当時のユーゴスラビア連邦共和国領に避難し。 そこで、モンテネグロ国籍を取得している。プロデビューは1996年で、ベオグラードのクラブを転々とした後の2006年に、サウジアラビアのあるアハリジッタに移籍し2007年に、韓国のインチョンユナイテッド FC に移籍した。2007年12月7日に FC ソウルと契約を結んだ。2007年2008年、そして2009年と3年。 連続で K リーグにおいて得点ランキング2位にランクインした。2011年にはリーグトップの23ゴールを挙げ、K リーグの得点王となった。2009年7月にはアジアツアーを行っていたマンチェスターユナイテッド FC との試合でにゴールを挙げた。しかし、ウェイン・ルーニーやディミタール、ベルバトフ、フェデリコ・マケダのゴールによって FC ソウルは3から2で敗戦した。 2012年1月中国サッカースーパーリーグの広州上速球クラブがダミアノビッチに対して5億円のオファーを行ったが FC ソウルはこれを拒否した2012年2月28日に行われたニガワユナイテッド FC 戦において PK でゴールをし FC ソウルにおけるクラブ通算100ゴールを記録した試合はダミアノビッチの2ゴールなどもあり3から1で勝利した 2012年7月には、サーシャドラクリッチが持つ、K リーグ外国人選手最多得点を更新する105得点目を上げ、さらに同年は、キンド君が持つ、K リーグシーズン得点記録を破る29得点目を上げ、最終的には31得点を記録し2年連続の得点王として、FC ソウルのリーグ制覇に貢献、最優秀選手賞も受賞している。 2012年、テグ FC との K リーグ開幕戦ではわずか22分で交代を命じられた。これにより、FC ソウルの蔡竜主監督とダミアノビッチには亀裂があったと推測されていた。ダミアノビッチは FC ソウルに対して対談の意向を示したが、クラブ側がこれを拒否した。しかし、後に FC ソウルは蔡ロシ賞の公式声明を発表し、 両者の間に亀裂はなかったと述べた。2012年の K リーグでは40試合に出場し31ゴールを挙げ、K リーグの得点王となり、2002年に金戸君が樹立していたシーズン最多ゴール記録を更新した。そして FC ソウルをリーグ優勝に導き、K リーグベストイレブンにも選出された。2013年1月、イフスはダミアノビッチが ズラカン・イブラヒモビッチ、ロビム・ファン・ペルシ、ウェイン・ルーニーなどの選手を抜いて、トップディビジョンリーグにおける得点ランキングで7位にランクインしたことを発表した。2013年9月、タミアノビッチは AFC チャンピオンズリーグ準々決勝で、フルスのアル・アハリと対戦した。2013年12月、中国スーパーリーグのチャンスアシ足玉クラブに約4億円の 移籍金で移籍したことが発表された。モンテネグロ代表としては、K リーグでの活躍が認められた2008年に、初招集を受け、2009年のワールドカップ予選、対キプロス戦で代表初ゴールを挙げ、また2012年10月のワールドカップ予選、対ウクライナ戦でも、決勝ゴール、2013年3月のワールドカップ予選、対イ,イングランド戦でも、同点ゴールを挙げている。 ありがとうございます。